殺度、怪我人続出。巨大な天然芝の、ホバリングサッカーステージで有名な札幌ドーム。一部報道によると、札幌対浦和を前に芝の状態悪化が顕著であるとのこと。コンサドーレの選手たちは9日、一部で土が露出しているピッチを気にしながら全体練習を行ったという。それだけに、札幌の今季ホーム開幕戦では、試合前からピッチ状態がひどいと話題になっていた。浦和は31分にサミュエル・グスタフソンのクロスに酒井が頭で合わせてゴールネットを揺らす。しかしショルツがピッチに座り込むと、43分に途中交代。攻撃面で存在感を発揮していた前田も足を痛めて後半7分でピッチを後にした。浦和所属選手の相次ぐ負傷交代は、X 上で話題に。ショルツも前田も芝のせいで怪我した、ピッチ状態の影響あるだろ、札幌ドームでの試合無理といった声が上がるなど、芝のせい、前田直樹、ショルツといったワードがトレンド入りしている。ハムは責任取れよ。天然芝ですら問題あるとか何ならできるんや札幌ドーム。これも日本ハムが悪いの？ハムが札幌ドーム切り捨てたせいで天然芝の維持費きつくなってるらしいやん。よそ様に迷惑かけるのはさすがにねえわ。ハムから搾取した金で育てた芝。公的に今の時期だと天然芝増えないってことちゃうの？そんな時期に北海道で試合することがおかしいやろ。その理屈だとエスコンフィールドの芝もこうなってないとおかしい。エスコンの芝ツヤツヤなのほんまくさ。維持費を削ったのか三尺らしいな。おハムに見捨てられただけやなく、今度はサッカー選手まで破壊し始めたのか。唯一の味方だったサッカーファンも離れていきそうやな。サッカーでまで殺度になる、じゃま自問のゴミやん。使用しない芝の維持費を延々払わされ続けたとか、言う嘘みたいな話。芝の入館費用だけじゃなくて、芝の手入れ業者も日ハムに負担させてたとしたら笑うな。日ハムが出て行ったから、払う奴がいなくて安い業者に変えて、こんな芝になってたら腹抱えるわ。ハムはエスコンをサッカー用に回収しろ。